はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police の98日目プレイしていきたいと思います。まずは新聞からですね。ポップ歌手アラナ・モラ S 万引きで逮捕。たまにこういう事件ありますよね。金持ちが万引きするっていう事件、ちょっと全く真偽がわからない、金持ちじゃないんで。テレフォンセックス、男性より女性の間で人気。マジでどういうテレフォンセックスになるのそれ、女性って。あのテレフォンセックスっていうサービスなのか、それとも単に恋人同士で電話をしながら、まあ、そのね、ちょっとそういう雰囲気を楽しむっていうものなのか、どっちの意味なんでしょうね。このゴールデンバードじっくり読みたい。あとは笠崎出版社、学校の教科書を無料提供ということですね。最後、いつものメモですね。チームの働きは個人の働きで決まる。よくわかるよ。では今日も元気に出勤していきましょう。沼田は今日欠勤した。いやー、欠勤するのはいいんだけどさ、理由をちょっと言ってよね。ゴーディン、車を工場に持ち込まないといけないんです。休暇を取ってもいいですか。いや、こういうさ理由を言ってくれれば全然いいよ。ベイカーは疲れてるんだったら休んで。よし、これでいいでしょう。グラスゴーが今日いるんで犯人逮捕に向かいましょう。子供が犯人だったわけだけど、そのために必要かって話あるけどね。じゃあゲート地区の方から行きましょう。犯人の逮捕にはグレンとスペイン2人、すぐ戻ってきてね。で、あとは郊外での殺人事件の方も。あ、シャローが今日いないの。じゃあシャローがいないんだったら次だな。で、事件が来てますね。窃盗犯を犯行現場、窃盗犯を犯行現場を目撃したと女性から通報。いつも洗濯物を外に干しているのだけど、何度も下着を盗まれていたの。今日自転車に乗った若い男が私のお気に入りの下着を取っていたのを見たんだよ。そいつはまだ自転車で近所をうろついているわ。マジか。マジか。いやー、ちょっとつけてたね。女の子がつけてた下着その場でもらうっていうのはすごく興味あるけど。あ、そうか、シャローの話はよくて、シャローじゃなくてこっちの殺人の方だな。え、違うな、両方ともシャロー違うでしょ。キングルイスナイトクラブの殺人事件もシャローなの。どっちかがわからないってこと。ティモシーはかつてクラブで警備員をしていた。今そこにいるかはわからないか。なるほど。こっちの殺人事件は信頼できる情報者の話は、ティモシーは最近までここに住んでいた。どっちに行くかって話か。どっちにしてもシャローが今日いないんで、これは次回だな。50% 職員とシェアしましょう。武装強盗ですね。カメブリッツ。麻薬中毒者がレストランに駆け込み、銃で客たちを脅した。そしてレジに入っている現金と全ての客の財布を渡すよう命令。天井に向けて2発ほど発砲。これはブラドにオハンラナンを送りましょう。いやー、今日も事件多そうだな。もうすでにここまでに生徒が学校に爆弾を持ち込んだと興奮した様子の若い教師から通報。その男子生徒はいつも真面目すぎるところがあって、何かよからぬことが起きるのだと心配していたのよ。そして今日、アメ波動が教室に入ってきた時、彼のバックパックからカチカチ音が聞こえたの。これはガセ事件だな、完全なる。殺人事件の方は犯人捕まえましたと。これ子供が犯人でしたよね。グラスゴー全員逮捕。よくやってくれました。っていうかね、あのこれも本当に、愛しいねねさんの、ナナさんだったかな、ねねさんだったかな、ごめんなさい、ちょっと失礼ですね。ちょっとかちゃんと確認しましょう。にね、あの教えていただいた情報があってこその解決だったんで、愛しいナナシさんですね。犯人を捕まえた警官不詳で、なんでちょっと刑事事件に関しては本当に皆さんからいろいろアドバイスいただければ嬉しいなと思いますんで。で、殺人事件か。ボゴス・サークが営む土産物店のショップウィンドウで彼のバラバラ死体が発見された。マジか。いや、これすげえ嫌だな。これでもウィーバーを主任刑事に任命しよう。でフリーバーグ小学校ですね。生徒が学校に爆弾を、これはガセネタ犯
定したやつだな。フリーバーグの爆破予告、もう一個あるの。学校のロビーで複数の学生が奇妙な小包みを見つけた。中にはパイプとワイヤーにつながれた装置のようなものが入っていた。人々は直ちに建物から避難。こっちの方が怪しいよね、どっちかっていうと。ギャッ、もう一人入れろって。いやー、3人で行けっていう話。歓楽街でのレイプ事件か。カフェブリッツの方ですね。容疑者は警察に気づくと女性を人質に取って警官に銃口を向けた。男の頭を狙って撃つか、お前は完全に包囲されている、両手を挙げて降伏しろというか、男の要求を聞くか。まあ男の要求をまずは聞いてあげましょう。容疑者は突然女性を解放すると通用口へ急いで向かった、うん、外へ飛び出した男を追う。男に飛びかかる。背後から男を撃つ。背後から男を撃とう。でレイプ事件の方を行きましょう。教師のスペンサー・ネトルズは教室内で自分の教え子にわいせつ行為をし始めた。生徒は教師を激しく叩いて何回も抵抗したが、教師は逆上して教え子の服を剥ぎ始めた。マジか。これはまあスペインとグレンの方がいいよね。パワーズみたいなおっさんよりかは女性のスペインとかっこいいグレンを送った方がまだマシだろう。爆破予告の方は完全なるガセネタですね。では先に住居侵入の方から行きましょう。10人の男が窓をよじ登って家の中に侵入してくようとした。10人もの男、すごいな。全員が一斉に中に入ろうとしたため身動き取れなくなってしまったとジョン・ウィットマンはゆっくりとした口調で話した。本当に笑えたよ、見るのが少し怖かったけれどアニメの世界みたいだったとウィットマン氏は不自然な口調で話し続けた。これね、クレイジーなやつだな。で児童虐待ですね。おもちゃ屋で子供が電車のおもちゃを欲しがってダダをこね始めた。母親はどうなると力いっぱい子供を引っ張った。まあ、力いっぱいは良くないな。母親は多分電水しているか麻薬中毒で自分が何をしているのかも理解していないみたい。このままでは子供が大怪我をしてしまうと。やっぱね、ちょっと暴力とかね、本当にあんまりどうかなと思う方なんで、ちょっと理解に苦しみますね。殺人事件の方は捜査が始まったと。さあこれ、証言は2つしかないの？厳しいな。まあ、ちょっと事件の進展が見られたら、じっくり捜査しますか。まあ、サクッと事件の状況だけ確認しておきましょう。ここ数年は店の経営があまりうまくいってませんでした。立地が悪いんです。あまり人通りがないのでフラット立ち寄ってくる人が少なくて常連客が来なくなったらおしまいです。夏はいつも赤字、年末に挽回できるんです。街で一番ハロウィンの衣装が充実していますからね。ボコスもハロウィンが大好きでした。まあハロウィンっぽいもんね。サーク氏の死亡推定時刻の1時間前に通路の反対側に設置されたカメラに映っていたのは数人のみ、2人の双子の女の子とグレーのコートを着た背の高い男、そしてゴミ箱を漁っているヒゲ面のホームレス。まあ双子の女の子はないな。被害者は胸に銃弾を受けて死亡、首を切断されたのは死亡後、時間をかけて苦労して切った跡が見られる。店の床は血に覆われており、被害者の首も血みどろの悲惨な状態。これね、ホームレスが拳銃を持ってるとは思えないよな。住居侵入の方はガセネタなのでこのままスルーですね。爆破予告、犯人逮捕、住居侵入はガセネタね。治療薬を一度に3回分飲み、何もない白い壁をずっと眺めたまま夜を過ごした。おっと、レイプの方だな。ネトルズ氏は警察に気づくと少女を解放してロッカールームへと後ずらしながらこう言った。一緒にふざけていただけなんだと。被害者を保護する、監視カメラに映っていないと思っているのか、容疑者に襲いかかる。まあ被害者をまずは保護しましょう、ちゃんとね。コーチはバックに走り寄ると中から銃を取り出した。来るな、後悔することになるぞというテーザー銃で男を撃つ。コーチを攻撃、コーチを落ち着かせようとする。テーザー銃で男を撃とう。まあグレンが死んだか、マジか。グレンが死んだ。リクルート仕様、早速。まだ死亡認定してないから雇えないか。次誰雇おうかな。リサ・シンプソンちゃんにしよう。
とかっていうね不謹慎なことを考えてしまうんですが、カーショップヘルズホイールですね、不満を持った顧客がショールームに入ってきて展示してあった車を野球のバットで破壊。マジか、すげえ度胸あるな。俺はここで新車を購入したんだが、その1ヶ月後にはエンジンがかからなくなった。でもお前らは何もしてくれなかった。責任者は男を止めて落ち着かせようとしたが、頭を殴られてしまった状況は激化している。まあ何もしてくれないは良くないよな。児童虐待の方ですね。女は子供を何回も殴りつけ、その男の子は意識のすでに失っているか。頼むから今すぐやめるんだ。女を子供から引き離す。ベルトを使うように女に提案。まあ女を子供から引き離しましょう。薬物の所持事件ですね。匿名の人物から密告。コーヒーショップの奥にコカインが保管されているという。よし、じゃあこれはちょっと、まだ15秒あるんで戻ってきたのを見計らって、再度派遣しましょう。これプラドにミルサップ、さらにスワットチームも出しましょう。何、2人で行けって言ってるんだけどな。さあもうそろそろ警官の数足りなくなってきてるんで、お腹いっぱいなんだけど、どうかな。音が殺されたのに誰も気づにかけてくれないとローリー・ナウアーから死んだような声で通報。夫を埋葬したところよ。皆が気にかけてくれない理由は何？殺人なのよ。あなたたちの出番でしょ。どういうことこれ、殺人なの本当に。まあ一応行く。じゃあなんか怪しいけどな。ただでさえグレンを失って戦力不足になってるのに。これはね追加で人を出せない。頼む、二人でなんとかやってくれ。カフェシュガーダディの方ですね。薬物処置です。食事をするエリアには不審な点が見当たらない。テーブルには静かに話しているカップルがいて、ウェイターが歩いている。バーカウンターには太ったバーテンがいると。バーテンに奥の部屋を見せてくれるよう頼むが、濃いコーヒーとチェリーパイをくれというか、早くコーヒーを飲みましょう。ここから出た方がいいぞ。ここは犯罪現場だというか、まあ、バーテンに奥の部屋を見せてくれるよう頼みましょう。バーテンは警官にコーヒーのポットを投げつけると、カウンターの下から銃を取り出した。射殺する。バーテンダーを落ち着かせる。テーブルをひっくり返してその後ろに隠れる。バーテンを落ち着かせましょう。スワットも出してるし大丈夫でしょう。よし、さらにコカインを手に入れたね。ルシュワリザートナイトクラブ。ナイトクラブに入るために列に並んでいた2人の男は列の順番をめぐって喧嘩。警備員は様子を見守ることにした。まあね、順番もねこれものによるんですよね。例えば正直言ってクラブでやとかディスコで順番を1人2人抜かされたってぶっちゃけどうでもいいんですけど、混んでる空港の、入国とかの審査のところでガガッと数人入られるとちょっとイラッとはしますよね。だからといって喧嘩を仕掛けようとは思わないですけど、殺人ゲット地区ですね。隣人のタマラ・ポストイナが夕食時に夫と喧嘩してキッチンナイフで夫の首を突き刺したの。彼女は正気じゃない。ガスを蔓延させて火をつけアパートごと爆破しようとしている。子供たちもいるというのに私の話を全然聞こうとしてくれないと。リンダビルから通報。危険だなこれは。送りましょう。ちなみに僕タイにねよく遊びに行くんですよ。ツイッターの方を見ていただいている方はご存知かもしれないんですけど、タイのねスワンナプームあるいはドンムアン、2つ国際空港あるんですけど、両方とも常に激混みですね。入国審査が。喧嘩をしている男がビール瓶をつかむと壁に叩きつけて割った。そして破片をナイフのように振りかざしている。喧嘩相手は片方で男の手をつかみ、もう片方で喉をつかむと何かを叫んでいる。壮絶だな。威嚇射撃するか、武器を持っていない男を相手の男から引き離すか、瓶を持っている男を捕まえるか。まあ引き離しましょう、まず喧嘩なら。抑留者が警官を襲い逃走しようとしている。そこから動くな。テーザー銃で男を撃つか、男を追いかけるか。まあ男を追いかけましょうよ、まずは。サンズとケネディのこのおじいちゃんコンビでよく若者が走って逃げるの捕まえられたな。武器を用いた暴行事件ですね。6人の若い男たちがキックベースボールをしていたところ、キックベースボール懐かしいな。
誤って近くの商店の窓ガラスを割ってしまった。店のオーナーが急いで外に出てきたが、男らは彼を殴り倒してまたキックベースボールを始める。いやーさ、せめて逃げようよ。なんでまたキックベースやるかな。ここはお姉さんたちに叱ってもらいましょう。プロクターにミルサップ。ゲット地区の方ですね。男性の自宅がキッチンの横にこたわり、近くにはマッチ箱を持って呆然と座っている女がいる。強いガス臭がする。ガスを止める。窓を開ける。彼らの脈を確認。まあ、窓を開けよう。まずはね、隣の部屋から泣き声が聞こえる。ドアは施錠。ドアを破壊して子供たちを外へ連れ出す。部屋の鍵を探す。待ってろ、大丈夫だからというか、まあドアを破壊して外に連れ出そう。いや、パワーズにお反乱なんよくやってくれましたね。事件多いな今日は。いや、このところかな。事件多いですね。2人の移民が公園のベンチの上で酒を飲み、ブルガリア語で大きな声を出して歌っている。通りすがりに何か言ってくれる人がいると中指を立てて威嚇している。これ大きな喧嘩になる前にちゃんと処理しましょう。さあ、もう事件はいらないよ。お、今日は事件が多いな。じゃあプロクターのところにケネディを送っておきますか。で、迷惑行為の方ですね。これがどうなったか。よし、ちゃんと逮捕してね。中指立てちゃダメだよね。はい、というわけで、98日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は99日目になりますね。もうすぐ100日目というところで、だいぶ先が、いや、まだまだ長いな。プレイを続きをやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ99日目次回もお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。